皆さんこんにちは。郷土史探訪家の吉松純馬です。私は今長崎街道の牛島釜屋口に来ています。でこちらが長崎街道の説明ですね。ちょうど現在地がここです。で、牛島の釜屋口でここに番所があったんですね。でここの前の道が長崎街道で、あとずっとお城下の方に入っていきます。そして佐賀城が見えないようにこう鍵状にずっと進んでいくんですね。で西に進んでいって最後は八重の高橋のところまで行きます。これが長崎街道です。で長崎街道全般の説明はですね、こちらの説明板に書いてあります。これが長崎街道ですね。現在地が佐賀城下です。でずっと西の方に行くと次が牛津宿、小田宿、北方、塚崎と、鳴瀬分道は鳴瀬を通って塩田、嬉野に行きます。で、その木、大村、長崎と。で、東の方に行くと、次が神崎宿、中原、等々力宿。で、ずっと最後が、飯塚、小屋の瀬、黒崎を通って、小倉の方に行きます。まあ、長崎街道、宿場が27宿、57里、歩くと7泊8日の旅だったというふうに言われています。以上が長崎街道の説明です。